富士通アローズ回 -04E ドコモウィズシリーズアローズ V 回 -04E は富士通によって開発された NTT ドコモの第3.9世代移動通信システムと第3世代移動通信システムのデュアルモード端末であるドコモウィズシリーズの一つウィズではあるがデザインはアローズ XLTE 回 -05D 機能とスペックは アローズ X 回 -10D のそれぞれの特徴を受け継いだ機種で 2GB の大容量メモリと、アローズシリーズでは最大となる 64GB の大容量ストレージを搭載したモデルである。本機はアローズ V シリーズの一作目となっており、X の後継機種は兄弟機種である回 -02E となる。V にはビジュアルの意味が込められており、 かつて東芝が主導して T-02D まで展開していたレグザホーンシリーズの面影を残している。回 -10D に引き続き、クワットコア CPU、NVIDIA Tegra 3を搭載し、T-02D に引き続きではあるが、アローズシリーズ単独の機種としては、兄弟機種のアローズキス回 -03E と同時に、初めての t TV に対応し、新たに NFC に対応している。 ただし、回マイナス 02E 回マイナス 03E と同じく NFC を使った決済サービスには期待応である。バッテリー容量は 2420mAh。その他、ユーザーの年齢に合わせた自動配色補正機能、合わせる、ビュー、端末を握る手や指が画面の端にかかっても誤作動しない、うっかりタッチサポート、画面上で指がどう触れているかを検知し、 意図した場所にしっかりタッチできるお任せタッチ、スワイプ操作により表示されている画面を保存。その上から手書きでメモやマーカーを付けられるキャップメモを新たに搭載している。ちなみに、回 -02E の手倉さんは本機と回 -10D の 1.5GHz から 1.7GHz にクロックアップし Android も4.1を搭載するが、ストレージは 今機の半分の 32GB となる。なお、解マイナス 02ET-02D 解マイナス 05D と同様置くだけ充電には対応していない。2012年冬モデルから新機種のリリースタイミングが変更された影響で、わずか半年ほどで生産終了となった。くしくも T-02D も同時期に生産が終了している。キャッチコピーは、 エンタメもサクサク快適。クワットコアンド大容量メモリ搭載のハイスペック。対応プロファイル、HFP、HSP、DAN、OPP、SPP、HID、A2DP、AVRCP、PWAP、HDP、PASP、AINP、CHIP、PXP、FMPHAT、V の読みは、富士通では、V、ドコモでは、 高性能でサクサク動く。ほぼ全部入り。アローズ V1 回0 4二を試す。IT メディアモバイル、これまでもアローズ X とレグザフォーンの間では、墨分けが図られていた。受信時 100Mbps。送信時 37.5Mbps。受信時 14Mbps。送信時。 5.7Mbps 連続視聴時間、約310分連続視聴時間、約200分報道発表資料、2012、当モデルの2機種を発売から、ドコモウィズシリーズアローズ V ス -04E、ドコモネクストシリーズアクオスフォーム、贅沢マイナス -02E お知らせ NTT、ドコモドコモからのお知らせ、Android 4.1、 アンドロイド4.2へのバージョンアップ予定製品についてお知らせ NTT ドコモ ABCDEFGH アローズ V 解 -04E の製品アップデート情報お客様サポート NTT ドコモアローズ V 解 -04E の製品アップデート情報お客様サポート NTT ドコモアローズ V 解 -04E アンドコモアロイド4.2に OS バージョンアップトップ フメワールドネット富士通 OS バージョンアップ後、本体設定、セキュリティ、左にスライドでカメラ起動を有効にする必要がある。ありがとうございます。